はい、どうも皆さん、ユハバンはユハイチャンネルのファイです。ということで、今回なんですけども、ゼロフェニックス OTK ね、使っていきたいと思います。まあ、このデッキのね、主な動きなんですけど、リドロ、アントワネットの能力を使って、ゼロフェニックスを墓地に落としながら、アルゴバルデオル、ガウスブレイザー、メテオキャノンを大量展開して、次のターンにゼロフェニックスを墓地から進化、ギャラクティボルティックスさせて、リドロとかね、アントワネットでハンド入れ替えて、ドルザバードを持ってきて、そのままガウスブレイザーにドルザバードを乗っけてって、ドルザバードのトリプルブレイク、ゼロフェニのダブルブレイク。お相手じゃトリガーが使えないので、そのままダイレクトアタックっていうね、ワンタンキルデッキになっておりますと、めちゃくちゃ強いデッキなんでね、ぜひとも皆さん作ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもね、よろしくお願いします。では早速下の方に行きましょう。行くぞ。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンド、メテオキャノン、100名、バルディオル、ガウスブレイザー、エナジーライトでね、始まったオープニングハンドなんですけど、さあね、1試合目はリプレイで振り返っていきましょうと。さあ、お相手し、ダーキテイドラグーン置いてパイロン。さあ、ゼロフェニックスデッキだと。受けて立ちましょうと。さあ、エナジーライト埋めていきましょう、リドロ。さあ、リドロブロックした時にメテオキャノン、アルゴバルディオル、ガウスブレイザーがね、出るのでさあ、ゼロフェニックスさん来てくださいと。さあ、オーバーティッチ、クルセイドチャージャーで、竜極心サーチしながら、ゼロフェニックスを落としていくことに成功すると。さあ、アントワネット。さあ、アントワネット埋めて、さあ、ジェニーからのジャンガルジャン。そして、連なっていくのがパイロンと。さあ、次のターン、ゼロフェニックスが爆誕していく。さあ、アポカリプスデイと。さあ、アポカリプスデイ置いて、さあ、来ましたね。暗黒をゼロフェニックスと。さあ、オーバーティッチ、盤石オブザ、盤石の着地。ここで見せていって、竜極心置いて、ザーク、ゼフォルンバと。さあ、ザーク・ゼフォル、強いね。お供にしては。さあ、ブロックした時に行きましょう。メテオキャノン、アルゴ・バルディオル、ガウス・ブレイザー。そして、リドロの能力でハンド入れ替えていく。強すぎる、あまりにも。さあ、ドルザバード、ドルザバード、リドロですね。さあ、ここ、アルゴ・バルディオルしっかりと回収することによって、さあ、次ね、もう一枚のリドロでもう一回アルゴ・バルディオル爆弾できると。さあ、パイロンでワンブレイクと。さあ、このパイロンからやってきたもの、それはエナジーライト。めちゃくちゃ強い。さあ、100名。例えば、ドルザバード落ちましていきましょう。エナジーライト。そして、ゼロフェニックス。これね、ゼロフェニックスを引いてきたことによって、リドロが倒れて、ゼロフェニが墓地に行って、アルゴバルディオルが2体出て、次のターン、ゼロフェニックスで、リドロからね、ハンド入れ替えて、ドルザバードもう一回持ってきたら、OTK です、これ。すべてのシールドをね、叩き割ることができると。さあ、アルゴバルディオル。さあ、そして、さあ、ドルザバード持ってきましたよ、と。ドルザバード持ってきていく。さあ、ゼロフェニックス。見えていきますが、これ勝ちですね、もう。さあ、ユアターンと。さあ、暗黒をゼロフェニックス進化、ギャラクティボルテックスと。そして、アポカリプスで埋めていきましょう。ハリーを進化、ギャラクティボルテックス。ハリーをドルザバード。さあ、ここで全てのシールドを焼き払う。OTK、ワンターンキル。さあ、ダブルブレイク。さあ、ゼロフェニックス、ダブルブレイク。さあ、アルゴバルディオールでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、暗黒をゼロフェニックスをね、持ってきたんですけど、アポでバルディオール、バルディオールと。さあ、ヤンキンをびっくりするぐらいのオープニングハンド。めちゃくちゃ事故ってますね。さあ、水マナを引いていきたいですね。水マナ引いてエナジーライトとか、エマージェーシン台風で、さあ、アナゴナイトだ。こんな事故ってんのに相手のハンドはビートデッキだと。サントワネットを埋めて、さあ水マナ確保したんで次エナジーライトとか持っていきたいですね。まあさすがに4投してるんでね。まあ引いてこないとおかしいと。それからリドロだね。リドロを次のターンにアポで埋めて出して、バルディオル、バルディオルでゼロフェニックスを墓地に落としていくっていうムーブ。これ決まったら結構強いんじゃないかなと思いますがさ、汚いナチュラルトラップでターン終了と。さあエマージェンシータイプ強すぎバルター。さあ行きましょう。マージュー新台風。で、ゼロフェニックスを落としながら、やばすぎだろ、これ。これなんだ、この、いじめのようなハンドは。リドロ来たら強いけどな、リドロ。リドロ来たら強いけど、この地獄みたいな100名なんとかしてくれよ。100名はまだ引いて、1枚しか引いてないんで、縦にある可能性もあると。リドロ来た、連なっていく。さあ行きましょう、リドロ。アルゴ・バルディオル3兄弟がね、お待ちですよ、と。さあ、あとエナジーライトとかも引いていきたいですね。やっぱマジでエナジーライト一択なんですよ、これも。欲しいのは。さあ、相手ビートデッキっぽいけど、次の後にガントラか運命の選択で、
出てきてくれると助かりますね、ラスカル。さあ汚いナチュラルトラップ埋めて、さあガントラマキシマスで OK。 さあトップオブザレッグドルザバードなんで、ここアルゴバルディオル置きながらターン終了かな。いやまあドルザバードでもよかったかもな。ドルザバード多分もう出ないからな。でもガントラ1枚は受けても良さそうではある。ホーリースパーク、さあこれ運命の選択と、1枚は受けようかな。さあ引かぬクリーチャーで、さあアニマベルギス、いやこれもブロックするしかないね。いやこれドルザバード置けばよかったな。ちょっとねドルザバードに可能性を信じすぎましたね。さあここリドロはブロックしますよと。さあブロックしてアルゴバルディオル2枚展開で、ほんと3枚だったんだけどね。さあアルゴバルディオルとアルゴバルディオルと、さあドルザバード落ちてって、またリドロとエマージェーシンが強い。これは強いぞ。さあ次リドロ打ちながらエマージェーシンでハンド入れ替えていきましょうと。さあベルギスワンブレイク、さあエナジーライトも強いね。エナジーライトの方が強いのではないか、これもしかしたらエマージェーシンより。であればエナジーライトを打ちまして、さあリドロを出しましょうと。で次リドロが倒れたらメテオキャノン2枚とガウスブレイザー出てくるんで、ゼロフェニがね着地してしまうと盤石の着地見せられる。いやマジでねゼロフェニ運用するならリドロはガチ、リドロはガチなのではないかと。さあ運命の選択で7マナ、さあ運行暗行のレツリューシン強っ。これガントラで殴ってこなそうだな。これでもこれ100名があるんで、僕にはまだね100名という道が残されていることご存じないか。来い100名来てくれよ。殴ってくるガントラも、これ殴ってくるとガントラ殴ってきてくれるのはね助かりますね。ドルザバードがね比較的に、ここドルザバードね次このリドロで持ってくれば OTK だったんですけどね。さあ行きましょう暗黒王ゼロフェニックス、ここで出していきまして、さあガウスブレイザーと、いやどうしようかな、ここアントワネット並べてかな。エマージェーシーンで一応ドロー見ましょう。さあエナジーライト、ここね本当にドルザバード乗っけられたら OTK だったんですけどね、そこは噛み合いませんでしたね。さあ一応ここ取って、ここ取ってか、これはもう安全に行きたいね。このデッキ多分鳥が熱いので、ここでリーサル取られなければ基本的にはいったっぽいな。まあ勝ちましたかね、多分わかんない。でもラスタテホーリースパークの世界が怖すぎるからな。さあここ9ターン目、まあ、レッツ粒子でダブルブレイクさられる分には、まあ、全然いいと。あとは、ホーリースパークを引かない、ただそれだけのお仕事ですね。あと、ゼロフェにもう1枚あるから、ゼロフェにもう1枚引いたら勝ちだけどな。さあ、レッツ粒子、運行暗行、ここでゴッドリンク。さあ、ゴッドリンクしてくるときに、まあ、これ100名とか出てくれたら嬉しいけどね。さあダブルブレイク、あっとここは取ってきますね、メテオキャノンを。さあトップオブザレッグアポカリプスレイなんで、アポで置いて、さあメテオキャノンで一応打点を作って行きましょう。ここでホーリースパークとか見えたらジャックアルカディアス頼む、ホーリースパークだけやめてくれ、ホーリースパークだけ勝ちでやめて、怖い、危ねえ。ってことでね、メテオキャノンのダイレクトアタック出してありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ100名アントワネットエナジーライトリドロメテオキャノンで始まったオープニングハンドなんで、ここ100名置きながら、まあ、相手のデッキタイプに合わせてリドロ置くかアントワネット置くかでね、ゼロフェニックスだと。
とりあえずアントネット置こうか。とりあえずリドルを立てておくこと大事なんで、次そしてエナジーライトでリソース回復しながらだね。オッケー、リドルは絶対に正義だ。ロノベル懐かしい、これロノベルで、ライゼン落ちては最速の動きを見せたかった系男子デッキだったので、おい100名空気読んでくれよ。ここバルディオル埋めてエナジーライトかな、エナジーライトで2ドローしながら次リドルだね。もう100名なんでこんな序盤に2枚くるんだ。でお相手氏はこれクックポロンさ、最速の動きなんでさ、ハッピーラッピーで回収しながらですね、で次の次のターンには出ちゃうかと。ただかリドロでガードしながら大量に展開しながらこっちは戦っていけるので、まあゼロフェニックスさんとこんにちはペコリンと来るなら来なさいと。あ、マイターンなの君。さあリドロでここはもうブロックしながらメテオキャノンとガウスブレイザー出しながらだね。さあゼロフェニックスが多分乗っかっていくので100億%。さあゼロフェニックス、さあバッコリ乗っかってって、ここでこっちもゼロフェニとかね落とせてたら強かったんですけどね。さあ殴ってくるかと。さあゼロフェニ埋めまして、さあ3ターン目ロノベル、これ結構ブロッカーなのも偉いね。さあこっちはブロックする選択肢しかないので、ブロックしてメテオキャノンとガウスブレイザー出してメテオキャノンでロノベル取っていきましょうと。さあ強い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 、破壊するクリーチャーはロノベルしかいないと。リドロエマージェンシーにできるのはかなり熱い、激熱案件。さあトップオブザレッグアルゴバルディオルであればバルディオル置きまして行きましょう、エマージェンシーに台風。さあエマージェンドルザバードも持ってきた。さあゼロフェに落として、さあリドロで耐えまくりましょうと。あーでもドルザバードがあれか、お亡くなりになっちゃいますね。でここブロックしてアルゴバルディオルを出すことによって次ゼロフェニが乗っかってハンド入れ替えてって感じだな。さあさあ回ってきましたよと。さあギャスカ1コースト4000の怪物ですね、マジで理不尽。さあゼロフェニ殴ってくるか来ないか、さすがに殴ってくると。さあリドロでブロックしましょうと。さあアルゴバルディオルしか出ないですけど、さあ乗っけられるんでねゼロフェニックスを。さあここでまたリドロを持ってくる、強いリドロ地獄だと。これがリドロゼロフェニックス地獄だということを教えてあげましょう。さあここで行きましょう、進化ギャラクティーボルティックス。いやどうするこれ、どこに乗っけるかだな。ガウスブレイザーでもまあ次のターンにも出るんでここに乗っけましょうか。一応ダブルブレイカーも残しておきましょう。相手これ多分トリガーはあんまり強く入ってないと思うので、さあここリドロでガードしながらこっちはゼロフェニックスの理不尽を押し付けていきますよと。さあダブルブレイクでリドロブロックするときにまたガウスブレイザーとメテオキャノンとガウスブレイザーが出てくるので、もうこれはかなり強いと。んでドルザバードさえ来れば、あブラッティアリング、まさかのブラッティアリングも入ってると。だからメテオキャノンでね破壊できますよと。さあ多分ゼロフェニ殴ってくるかってことに対してありがとうございました。はい、ってことでねゼロフェニックス OTK いかがだったでしょうか。かなりね楽しいデッキなんで、ぜひとも皆さん作ってみてください。よろしければチャンネル登録グッドボタンもねお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。